はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、京都記念の起きる判定動画、いつものようにやっていきたいと思います。説明は画面にね、ちっちゃい文字で申し訳ないですけど、書いてあるので、えー、初見の方は、あの、今ね、停止ボタンを押して、なんとなくざっくり見ていただいてからね、あの、再生ボタンをもう一回押していただければなと思うわけなんですが、 えー、一方前の共同通信杯の時と同じくですね、まあ当たり前なんですけど、席咳が止まってないので、なるべくあの、咳しないように頑張りますが、途中であの、詰まったりいろいろあると思います。その辺はね、あの、温かい目で、耳で、えー、ご視聴いただければなと思います。まずラベルからです。リットハーの53.0秒 15.、15.2 13.、13.3 11.、11.8 12.、12.7、矢作旧者としては珍しいですよね、こういうの、えー。勝利したレースとオークス4着が全て加速ラップの時、えー、ね、 まあそう考えると、このニハロン11秒台、11秒台があるね、いいラップとはいえ、同じローズステークスでね、14着。そんなこともありまして、不安もあるかなと。ただその土日反応なしなのも初で、ちょっとね、面白いなというハゲ球車にしてはっていう感じなんですよね。なんで、不調の中で割と変化があること自体は興味深いですね。項目上バズですけど、不調の馬の変化って僕は好きなので、違うことやるの好きなので、 はい。あの、気持ち的にはね、あのー、まるでいいんですけど、はい。あの、項目的には罰ですかね。で、矢作急車の定番狙い目調教はもう共同通信杯の方で紹介しましたし、毎週言ってるので省きますが、11秒台原則の形もですね、該当では少ないんですけど、高成績なんですよね、実はね。この5年ぐらい、えー、勝率20%を超えてて、段階値100%も超えているというところで、まあ割といいです。はい。 うん、母数が少ないので二重丸にしなかったという感じですね。で、コース的には、これも母数が少ないことは前提なんですけど、まあ、京都のね、芝2200は母数少ない、あの、改修工事もあったんで、あれなんですけど、反路の場合はですね、加速ラップから勝馬が出ていることがほとんどなので、やはりこう、あの、いいラップなんですけど、ちょっとまあ、減点材料かなと。 次にバビットです。リットの反応55.1秒、15.1、14.1、13.4、12.5、えー。デビューから1年ぐらい反応遅めで構想が続いてました。その時にはね、結構馬券でお世話になりましたけども、えー、徐々に反応が早くなるにつれて、特に復帰したオールカマーから反応いいですよね、えー。まあ、盆走が増えているというところなんですけど、まあ、それ以降の相手が強いので、重症ばっかりだっていうのもあってね、まあ、それも原因だと思いますが、そんな中でね、今回55秒台の遅めの時計ですね、オールカマー以降で言ったら、 えー、二層前の福島記念だけですかね。と、あと今回だけということになります。割と、あの、高層時の原点回帰みたいなね、こういう時計、遅めの時計。まあ、これ面白いなと思いました。はい。で、旧社的にはこれぞの、あの、長距離狙い目ってあんまないんですけど、反論のラップ別で見ればですね、姉妹のみ12秒台の加速ラップの形、今回の形ですね、これが副勝率としては22%で高めなんですよね。高めなんですけど、一般的に見れば、あの、成績悪い方に属しちゃうなっていうところです。はい。 で、えー、加速ラップという点で交際書は悪くないので丸ですね。はい。まあちょっとね、バビットも僕は、うん個人的にはラジオ日経とかでお世話になっているので馬券でね、本命にしてましたから、うんなんかこの馬のね、あの、スイスイスイって言っちゃうあの、逃げていくね、あの、いい競馬のあの走りはちょっと見たいなとは思います。やっぱあの、4連勝の時の勢いってすごかったですもんね。まあ、そっからちょっとね、あの、うん、長期明けのオールカムアが一番走ったっていうのがようわかんないですけどね。 で、それ以降はもう本当に2桁着順が多かったりしますけど、うん、もう7歳ですからね、でもなかなか復,復活の一撃は難しくなってきますけど、はい、僕はあの好きな馬なんで応援はしてますけどね。プラダリア、立冬反応52.2秒、14.4、えー、13.2 14.、12.2 13.、12.4 12.。えー、ウッドと反路の追い切り割と使い分けてますけど、反路では加速ラップじゃないと構想してないんですよね。 で、高タイムでも、やっぱこの原則の形はどうなのかなっていう、いい時計なんですけどっていうところでははちょっと一個減点しました。で、池添急車といえばやっぱ加速ラップ高成績のイメージ皆さんあると思うんですけど、タイム早めての12秒台まとめの原則ラップで実はこれ成績いいんですよね、池添急車ね。52、3秒台で2波の12秒台まとめの原則でもね、十六16%ぐらいでって,て回収110%超えてるんですよ。 はい。今、甘神の連発でしたけど、まあそこはいいんですが、えー、2020年以降ね、単腹両方かいずれかに、えー、100%を超えなかったっていうね、そういう、あのー、年度がないです。はい。要するに2020年、21年、22年、23年と、両方プラスになってるか、単焦か副焦どっちか100%を超えてるっていう、それぐらい成績いいんですよ。はい。で、まあ、交際焦は原則なので一つ原点ですけど、池添い旧の、 まあ、あの、狙いのサブパターンとして割と覚えておいてもいいんじゃないかなというところでね、今回紹介しました。次に、ルージュエーイバーユーです。見本の反路で52.9秒、14.2、13.5、12.9、12.3。えー、反路回収工事後はね、反路意気リが続いてて連続2着なんですよね。で、過去分も含めて、その過去分っていうのは反路回収工事前も含めて、えー、反路53秒台以下で馬券外なしの連帯率100%です。で、加速ラップ。 はい。このチャンネルの3種ですね。対策動画に表を掲載しておりますが、毎週。えー、加速ラップ全体を取っても4戦して2勝2着2回のパーフェクトということで、すごくいいんですよね。ルージェバイオこの、こういう反応の時は。で、えー、9社に関しては、回収率は微妙でもですね、2波の12秒台まとめの加速ラップで、勝率が13%台もあると。土日も反論ありの方が良いというところで、えー、まあ、あの、いい結果だなどいい結果を出しているので、はい。 回収率が微妙な分だけあれなんですけど、馬券を当てることを考えたら入れていきたいみたいなね。そんなあの黒岩旧舎の調教パターンの一つとなっております。はい。なので、えー、0丸つけてませんけど、丸はつけたという感じですね。うーん。で、コースとの相性なんですけど、まあ見本なので、もう母数はもう極小の極小ですけどね。えリッドハンルに習ってのコース判定でいいんじゃないかなと回収工事こというところで。 うん。で、リッドの反応だって、あの、ボス少ないので、まあ、そこはもう丸でいいかなっていう、割とあの、ええー、ちょっと大雑把な感じになりますけど、大雑把が適してるかなというところで丸を打っておきました。次にブレイブロッカーです。リッドの音でコ反応が68.1秒、姉妹12.1なんですが、姉妹時計が別にね、11秒台ない、ないことは別にあの、過去成績から問題ないですよ。はい。なんですけど、あの、全体時計が早い時の方が勝率がいいし、反応を使っていないというのはいつものことなんですけど、 うん、ちょっとどうでしょうか。えー、非常にあの勢いがあってね、連勝してきている馬ですけど、いざ重傷っていうところを目の前にして、これぐらいのタイムでいけると踏んだのか、それとも、うん、様子見なのかみたいなね、ちょっとその辺わ分からんなっていう感じです。で、本田厩舎土日販路の遅めあり、うっとい切りが一番狙いやすくですね、販路なしだと勝率が7%台になってしまうと。 回収率は全体で見れば高めなんですけれども、一頭ね、このパターン、単勝万馬券の馬がいるので、それ除くと割と微妙な数字にはなっちゃうんですよね。なので、ブレイブロッカーはまあ、それでも構想している。旧車があんま、あの、成績良くないとこでも、調教パターンでも構想している側にいるレアな馬ではありますね。うん。でも、いるんですよ、ちょこちょこね。ホンダ旧車、そういう馬ね。あの、ディアマンミノルとか、あの、ヒロイクテイルとか、ああいう馬がいるので、なんかそういう感じに、 うん、なんか、なんでしょう、あの、良くも悪くもって言うと変ですけど、なんかなりつつある空気がもうあるなっていうね、そんな感じはしますね。で、コースに関しては土日半のない馬の勝ち星がかなり少ないコースなので、これ原点にしておきました。次に、マテンローレオ、リットノートでご飯の68.9秒、しまい11.9なんですけど、そういえばあの、京都記念のね、 えー、ちょっと対策動画もどきみたいな内容になっちゃったんでボリュームの少ない実はあのツイッターだけにアップしてるんですけどそっちはねあのそっちの動画でマテンロレオは結構僕押してるんでよろしかったらまたツイッターの方見に来てもらえればなと思います。はい、でマテンロレオうっといきりで土日販路ありが基本というところになっております。 土日反応が早い時も遅い時もあるんですけども、さつき章以降の競馬ですね。土日反応が早い時に構想していると。で、今回日曜から54.4秒。16.0、14.1、12.1、12.2とかなりあのいい内容でね、日曜日から反応刻んでるんで。 これは結構いいなと思ってます。で、えー、追い切りに関してはウッド炭素仕上げ、しまい11秒台で土日販路ありになったら、もうあの、コンミツらしい距離内容ですね。特別これが狙い目っていうわけじゃないんですけども、馬のコンディションがいいことは伝わってくる金走の距離の動きと、旧車のあの、やり方かな、動きかな、パターンかな、というふうには思ってますで、土日販路があるので、交通相性の減点はなくということで、まぁ、あ、二重丸つきませんでしたけど、減点は一つもない、オール丸という形になりました。 次、ベラジオペラです。リッドとゴハロン69.7秒、しまい11.5、えー。ウッドのタイムに関してはね、遅くても早くても構想してます。共通しているのは土日の反路が早いことなんですけど、この馬は。えー、今回53.5秒とね、かなり早くてですね、ラップもしまい12.2、12.1なんで、うん、さっき日曜日としてはね、すごくいい時計だったマテンローレオンの紹介しましたけど、あれよりもいいという感じです。で、レース1周前の土日最速っていう目線だと、日本ダービーの時と同タイム。 かなり調子がいいのか、かなりやる気なのかっていうところですよね。で、上村厩舎宇うとしま12秒前後以下からで、12秒台じゃないですよ。12秒前後以下からで、土日販路59秒台以下の早めの時は素晴らしい成績ですね。勝率が20%超え、単回順位も180%あるというところで、上村厩舎の超必殺状況になっております。はい、コースの相性も丸というところで、えー、もうかね高評価ですかね。うん。まあ、ここも、 何でしょうかね、あの、いろんな馬を踏み台にしていって、さらなる飛躍をっていうところになっていくのかな、というイメージが湧くぐらいまで、うん、プラス要素が大きいかなと思います。本当にいい馬ですしね、崩れたの皐月賞だけですからね。あれもクッション値がね、あの、極端なね、クッション値8.0の重馬場でね、G1 っていう、まあ、なかなか難しかったと思いますけどね、あれは。 次にジェットモーションです。えー、リットノートデコハロンが66.2秒、シマ十11.3。ウッドイキーで土日の販路の最速が60秒以上じゃない時だけ勝利してる馬なので、今回はまあそこに該当はしていますよと。ただ土日が57秒台以下の時に抜群の好成績なので、今回ちょっとね、足りてないっていう部分はあるんですよね。うん、でビビったるもんですけどね、58.2秒ですから。はい。 で、えっ、ー、と、旧社に関しても土日販路57秒台以下で、うと4販路53秒台以下の追い切りが強いですね。高成績です。まあ土日の販路の時計が遅くなるにつれて成績が落ちる傾向はあります。58.2秒なので、ほんとギリギリのところなんですよね。うん、これが1秒早ければ全然、あの、この評価の印も変わってきてたかなというところなんですけど、まあでも、あくまでもギリギリですからね。うん、全然、あの、悪くない内容だと思います。 で、次にね、アフゴさんことアフリカンゴールド、リットノード5ハロン66.5秒しまい、姉妹11.7、11.7、2ハロンね、本当に元気ですよね。もう9歳になりましたけどね、先場9歳、アフゴさん頑張っております、えー。ウッド65秒台以下の時に成績が良いという傾向があります。まあ、早いほど良いと考えれば、今回のも悪くない時計ですしね、2年前の京都記念は66.3秒で勝利しておりました。 で、旧車としてもウッドが早い時に馬券率ぐーっと上がりますね。ただその西園正人旧車に関しては、あんまりね、あの、尖った調教パターンがないんですよね。これぞっていうね、ところがすごくない。本当にウッドでご飯の65秒台以下ぐらいの時だけだったりするので、該当数も少ないと。なのでね、リーディング上位なのにね、個人的にはあの、僕は狙いづらいなぁと感じるところの時が多い旧車だったりもします。はい。 で、あとは、あの、例によって、このアフゴさんはね、土日の反応使えませんので、基本的に。で、今回も使ってませんので、ース相性の部分は、まあ、という判定になります。次に、シュバリエローズです。リッドノードで5波路が68.7秒し、まあ、21.5、えー。ウッドオイキーの場合、土日反路が早い時計とかね、えー、ウッドオイキーで5波六65秒台かなんか、はい、え、オイキーの方が早いか、土日の反路が早いか、みたいな時だと、強烈にね、構想率が高いんですけど、 今回土曜販路遅めで、追い切りも5波論68.7秒だと、まあ別に、そうっすね、シバリエバローズがよく走ってるなっていうパターンから両方とも漏れちゃうなっていう感じはしますね。はい。で、旧車としてはね、あのもう、清水久し旧車は、あのもうめちゃくちゃ勝つ旧車なのに、さっきあの西園先生と同じで、あの、調教の偏りがないんですよね。あんまね、尖った部分がすごく少ないので、えちょっと僕はあの、お付き合いが苦手な、馬券的お付き合いが苦手な旧車だったりしますね。 うーん。まあ、土日反路ありで、うっと追い切りならね、そこらの旧社の平均成績は超えてるんですけど、だからといってこの調教だけで狙いたいかって言われると、それはま、全くの別問題みたいなね、ところがあったりします。まあ、追い切り反路でね、あの、割と地味な55秒台以下ぐらいの時計出して、前日の追い切りもしてる時のね、にあのー、割と馬券率が高いなんて裏技もありますけど、ま、あでもそれが主力とは言えない、言えないので、うーん。 やっぱ毎回紹介が悩みますよね清水久し級者はね、まあ、僕が見つけてないだけっていう可能性もありますけどねそのいいパターンをね次にプラチナトレジャーです見本五反論66.8の姉妹11.8時計が良いことが多い馬でですね勝利も五反論66秒台以下ばかりなんですけどあの面白い点が1個ありましてですね前走があの土日反論を久々に入れたんですねで勝ちました 前奏のその土日販路最速時計が56.2秒です。で、今回62.6なので、もうタイム差はもう全然違うですけれど、ただ前走の結果を受けてですね、プラチナトレジャーの全4勝中の半分は土日販路ありの時になったわけですよ。うん。で、しかも土日販路ありって5000しかしてないんですよね。なしは15000なんですよ。 そう考えると、すごくね、この馬って、あの、土日に販路ちゃんとあった方がいいのかなっていう説もあったりして。で、国枝9社全体的に勝率など高いので、残念ライム少ないんですけど、あの、ウッド・コハロン65秒台下で合わせ先着編入が近年好成績なんですよね。で、そこタイムちょっと足りないんですけど、まあ、ギリギリで言ったら0.9秒足りないんですけど、そこもね、割といいなっていうところがあります。コースと状況の相性はちょっと一段階下がってはいるんですけど、やっぱりね、あの、関東馬で、 あの販路改修工事してその販路なんかちょちょこちょこっと使って急に成績がポンって上がってきてる馬,と馬がいるので実際にやっぱその点はねちょっと見逃せないかなっていうね見逃せなくなってるかなとは思いますよねうんあとこの効果がだからもっと明確に出てくるのが来年の新馬戦とかあちゃうゃう来年ちゃうわ今年ですね、はい、今年の2歳の新馬戦とか始まった時とかね えっと今年の2歳の夏頃にね夏秋にデビューしてきてる馬ってほとんど半老使えてませんからねはほとんどというか全く使えずに、あのー、新馬戦まで行った馬も山ほどいるわけで、うん、なので今年の2歳の新馬戦とかでもう最初からそのね新見本反論世代ですよ。 もう生まれた時から新美保半路みたいなね。あ、生まれた時は違うか。デビューした時から、だから競争場として、あの、デビューした、それを生まれたというのであれば、生まれた時から新美保半路世代の子たちが、どれぐらい成績伸びてくるかなっていうところは一つ注目ポイントですよね。うん。その時からやっとこの成功到底がガラッとひっくり返ってくんじゃないかなってその可能性もあるのかななんて僕は思ってます。 はい。そんなわけでね、京都記念の、まあ、調教の部分だけで気になる間をリストアップしておくと、ベラジオペラ、ルージュエヴァイユ、まあ、天皇レオ、プラチナと、トレジャー、ジェットモーション、プラダリアかなっていうとこですね。まあ、素直に行くならもうベラジオペラ軸で、ね、生まれんで流すとかでもいいんでしょうけどね。まあ、ちょっとそこはひねくれていきたいので。そう。ただね、ベラジオペラはあの、頭にしない理由ももうないんですよね。旧社の狙い目調教としても僕は、普段からね、あの、単勝で買ってる距離のパターンですからね。 なので、しかもそれをあの、覆すような調教のところまでの馬は他にいないので、じゃあもう素直に行くしかないのかなと思うんですけど、僕はちょっとやっぱあの、ツイッターにアップした動画で言ったみたいに、マテンロレオンの今の流れですよね。やっぱ前走ああいうね、不利とかスムーズに行かないことが散々あったのに、ノリさんが最後まであんだけ元気に追うと。うん、最後までっていうかあの、負けるのを確認するまでは追ってましたからね。で、日曜日の調教のギアもまた上がってる。 っていうところを考えると、今めちゃくちゃ多分マテンロレオってすごくいい状態で、結果を求めてると思うんですよね。なんであの、ノリさんもアキラの試合を途中で放棄とかしなかったっていうところがあると思うんですよ。で、これが2、3着とか、なんだ、その中短波に構想して、ま4着とかね、して人気しちゃって、その時に調子を落としてたらもう変えないわけですから、 今の流れでっていうところですよね。人気を落としてくれたら買いたいなとも思うので、まあこれちょっと週末までまた頭を,頭をね、悩ませておきたいと思います。はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録していただければなと思います。競馬をもん者の竹内がお届けしている竹津部という、はい、競馬チャンネルになっておりますが、えー、っと、最後までね、ご視聴いただいてありがとうございました。 あの、今週はですね、この追い切り判定動画もアップしながらですね、また馬券ネタ動画もちょこちょこアップしていきますし、今ね、あの、なんでしょう、動画としてもいつでもアップできる形になっているストックもあったりするんですけど、えー、ちょっと、ね、今から収録しようかなと思ってるのが、もう競馬ファンの0.1%はもう絶対知らない話なんですよ。うん。 すごいね、あの、多分皆さん興味深く聞いていただける話の動画が一個撮れそうなので、それをね、いつアップするかなと悩んでます。もしかしたらね、日曜日の夜かな。うん。ちょっとあの、月曜日にね、私用事がありますので、月曜日にあの対策動画もアップできないと思うので、ちょそのね、あの、お詫びじゃないですけど、はい、その間を埋めるためにあの、とっておきの動画ですね。 もうあの、競馬ファン同士で酒飲んでる時に、競馬の話題になった時に、お前らこれ知ってるって言って話した時に、お知ってるよって言うやつは、ほぼいないであろう。ちょっとマウント取れる話。<laughs> で、あの、馬女とかとね、あの、もしあの、お酒飲んだりとかする時があれば、馬女とかにもちょっとどやれますね。 はい。ちょっとモテちゃうかもしれないっていうようなね、そんな話がありますので。まあ、そんなようなね、動画もアップいたします。割とでもうのチャンネル多いですけどね。その手のね、あんまりあの普通の競馬ファンの方が知らないっていうか、あの、ま、知ろうともしてない部分ですよ。 うん。あの、別にそんなとこ興味ないわっていうね、人が多い中で、うちはあの、そういうところをね、あの、つい、つっつ,ついていってね、すんごいあの、変なパターンでね、あの、そんな目線で買って当ててんのかよっていう盛り上がり方とかを SNS でしたいので、ね、僕も、多分うちの視聴者さんもそういうね、タイプが多いので、まあそういう、なんですよね、うちのチャンネルで言ったらもう、最たる例みたいな動画がまたね、近日アップされますので、じっくりね、チェックしておいていただければなと思います。そのね、テーマはレン闘 ですはい、なのでそれ以外にも動画がありますけどあの「連投で」って書いてあったら連投の話が書いてあったらあっあの時言ってたのこれかと思ってください。はい是非ね、それ楽しししみにてておいいいただけると嬉しいですということで最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。